はい、超駅太郎です。まあ、このニュースもずっとやってますけど、私、売れなかった情けないですよね。その、時の、ね、政権与党のね、中核をなすね、自民党の中で、この裏金問題と、皆さんよくわかりませんよね、これ。正直で、どうでもなんか、パーティーやって、キックバックで、それでどうのこうの、はぁみたいな、なんか、 そんなことみたいな話だけど、これって自分たちが作った法律っていうかルールで自分たちの首が締まってるってことで、まあ実際この、まあ少しまあ昔ですよね。私が子供の時になんか、その、政治家がお金がどうのこうのっていうことがあって、あの、政治のことを一生懸命やるために、もう、税金で、政党交付金、政党に、この、税金でこう、お金を、その、人数に、 人数に分担して渡すと。だからもう政治のことを一生懸命やりなさいと。お金のことは気にせずやりなさいっていうことだったのにもかかわらず、なんか漏れ、なんかそれでもこのパーティーをやる。本当に誰もパーティーがやりたいわけじゃないですよ。パーティーが。ねそのお金集めのためのパーティー。で、なんかいくらまではあの、申告しなくていいとかどうのこうのっていうなんかよくわかんない決定なルールがあった中で、どうやら、 もう若手議員も含め、中堅議員、なんかそれとも、なんか役がついちゃうと、大臣とかなっちゃうと、ノルマがあって、で、すごい勢いでお金集めてると。なんかこれって、大学生とか、暴走族とか、不良の人たちのなんか剣売ってっていうのと変わらないよね。だって、そもそもそ、そのなんかもう、これ自体が抜け道みたいなもので、ずるい典型じゃないですか。 本当に何か主催してパーティーやってどうこうっていうことじゃなくて、お金を集めるための方便になってるっていうことだなら無意味でしかないんじゃないですか本当は。だけど、金だけ集めちゃったら違法だからパーティーという体で、その、飲み物とか食べ物もすごい簡素に、質素に抑えて、逆に行かない方がいいぐらいで、行くとね、その分だけってなって、5人、あの、そのパーティー券、お金払っても、 数人しか行かないとか一、一人とか二人とかっていう形でやっていくと。で、これが資金源になっていくと。で、まあ、そもそもこの派閥に入らなきゃいけないという。ね。うん、派閥政治を解消しようというふうになって一回なくしたような時もありましたけど、結局、うん。どっかの派閥に入らなきゃいけないっていうような感じで。ねまあ、自民党の中にたくさん党があるみたいなもんですよね。変な話。うん。 まあそういう風にはなりますね。なんかもう暴力団と一緒ですよね。そうなっていうことね。うん。うん。で、そこでお金を集めて独自のお金の再配がして、その中で、えー、派閥の中の、えー、上下があって。うーん。何やってんのかなっていう話ですよね。さあ、これ国会が終わったんで、逮捕者出るかなねうん。なんかこんなことで。でもこれ、 何これ、枝葉のやつだけ捕まえてどうこうって。まあ、それで、上の方はなしっていうことにするのとか、そもそもこういうことがダメだったっていうふうにみんな認識してないみたいで、いや、聞くばっかありますよって言っちゃってた、ね、議員さんも言ってすぐ取り消したりとかってあるんで、もうまずいよね。これはまずい。だけど、ね、まあ実際、 皆さん国民の人たちはあって話でなんだかなって話だけど、検察はなんか意外と本気で立件しようとしてるみたいですけど、なんかこんな時にね、こんな風で。で、今問題なのは、じゃあ、岸田さん、これなんか岸田さんは安倍派がこう、傷んでいくんで別にいいのかなみたいな。でもそういう問題じゃないよねっていう。この安倍派って、その、それこそ安倍総理のね。うん。で、これ、 トップがいなくて、なんか4つか5つぐらいにね、それぞれがあって。だからまあ、舵取りもできてないっていう話なんだけど、じゃあそれぐらいリーダーシップを発揮できる人がいないっていうことの表れであって、うん。変な話、4人か5人がリーダーがいるのは、本当はそれ派なんだけど、それじゃあ弱いから、一応結束してる形だけど、ガタガタだよねっていう。この安倍派の中にも、そういうふうに分かれてるっていうわけだから、もう、ね、自民党が1次団体だ、2次団体、3次団体とねそね、こういうことですわ。 ねえ。なんだかなって。情けない感じがしますね、こんなことで。うん。不祥、なんかね、ね不祥事というか、大臣、副大臣、その、政務官とかみんななんかいろいろなんかあって辞めてくとかね。うん。だけどこの岸田さんを辞めさせて次やる人がいないからもう、もう誰がやっても一緒みたいな話になってるけど。だけどね、これ事件なんで私も触れなきゃ、政治の話触れなきゃいけないって、これ刑事事件になりそうな話なんでね。 ああ、ああ、ああ、っていう感じですわ。まあ私は政治家の人ときっちりお話ししたこともないし、触れることもないと思いますから、まあ別にいいんですけど、こんなことでいいのかなっていうふうには思うのは私だけでしょうか。なんか格好あるっていうか情けないというか、なんでこんな仕組みになっちゃったのかなっていうふうに思いますね。うんどっかで何かこう、もう根本的に変えなきゃいけない時期なんじゃないですかね。 だって、普通の人が政治家になれないような仕組みになってますもん。うん。どうにもならないですもん。ねうん。本当に。なったところで、変な話。じゃあ、すごいインフルエンサーが、まあ、市会議員とか、区議会議員になったとしても、議会が掌握してなかったら、議会が多数、あの、過半数取ってなかったら、何一つ通せないんで、条例一つ通せないのになってもしょうがないですよね。 なったところでどうにもならない。否決されて、否決されてって終わっちゃって、疲弊して終わってくっていうのなんで、だって、政治家にまずならなかった議会をだからここがもう無理なんですよ。ね。いくらその民意で首長になったとしても、どうにもならないっていうのが見えてる以上なってもしょうがないんで、それでなってどうこうって言ってると、ああ、わかってないなと。だからやらない、やれないんですよね。うん。だって議会なんか掌握できるわけないもん、簡単に。 となると、どっかの、えー、党に入らなきゃいけあの、過半数持ってる党に入って、党から行かなきゃいけないんで、そしたらそんなの新人なんか出させてもらえるわけもなく、ね。だからもう仕組みがもうそうなっちゃってるから、ああ、もうどうにもなんないんだなっていうのがもう見えてるわけです。でもそこに飛び込んでいこうと思うのは、無謀なのか、何か違うビジョンがあるのかって思えるわけですよね。うん、何も逆に知ってないのかっていうふうに思うのは、私だけでしょうか。以上です。